はいどうも皆さんこんばんは、えー、315冊目の講習の一冊ですね、えー、今日曜日の10時4分ぐらいになりましたけども、えー、もっと早く配信できたんですけどちょっとこの子がなかなかあのクローゼットから出てこなくて今日はちょっとねほら蝶ネクタイもスイカ柄でね夏らしくなってきましたけどちょっとチュールで交渉してバイト代払って先ばやでね払ったんでちょっとこうやって協力してもらいました、えー、はいよく見てもらいましょうねなかなかいいでしょうこれ緑でね 今まで止めてた金色のやつがもうボロボロになっちゃったんでちょっとこのスイカ柄にしてみましたはいどうもバイトありがとうねはいはいまたねはいはいどうもどうもんということで315冊目ですね、えー、ということになってあの実は昨日岐阜県図書館でとこで大人たちのためのブックトークっていうイベントがあって企画ありましてねまあ岐阜県図書館で僕は3冊の本を紹介するんですけども、えー、まあ2冊はねあのすでにこの今週2冊ってユー YouTube でも紹介してるもんでこれは それから何だっけなうんとうんとうんとあっそうネオヒューマン、ね、を紹介したんですよ。でまあ3冊見たらオリジナルっていうかまあ,あのその一冊の本で今週一冊でや,るやらないやらないやつあるいはやる予定のやつを先に紹介するってことをやってたんで、まあ、今回はそういう形になったんですけどもネオヒューマンで自分自身の、ね、人間を新しいバージョンに変えてね まあ、新しい人間として生きていく人間かどうかって難しいけど新しいタイプの人間として2.0バージョン2.0として生きていくって話がある一方で星の王子様みたいにね大人になれなかった子ども子どもになりな戻れない大人そういう存在が、まあ、世の中でどのように生きていくかみたいなある種の生きにくさみたいなのを描いた、まあ、本でしたね星の王子様でそういうものと絡んだものということで、まあ、あのちょっと考えてみたんですね。 それでで思いついたやつた、まあ、今日紹介する実は昨日すで、まあ、に図書館の方でお話しして紹介、えー、してしまったんですけども、まあ、あのそれの,、えーまあ、あの続きと言いますかね、まあ、昨日で話したことと違うことになると思いますけどこの、えー「ボーヴォワールの追い」という本ですね、えー、僕,僕が持ってます本はですねこんな感じで、えー、とかなりあの昔の本なんです、ね、2030年前に買った本であの本,当は、ね、今本当は今は人文書院からこういう感じで。 えー、ちゃんととしした上下2巻の単行本として出てます、えー、翻訳者は朝吹ん吉さんっても同じフランス文学の方が翻訳してるところもっと一緒なんですけどねもともとは1970年昭和45年に、えー、出版された本ですねボーヴォワールが62歳の時の61歳かの時の,、えーまああの作品なんですけどね僕のもとはこういう箱入りのやつですでなんとですね、まあ、これ上下二巻だからなかなか表紙が何もないので こう紹介しにくいんですけれ何がすごいかというと、えー、あれこっちかなはい「ボーバルの再入り」なんですよね。でいうのがあって、まあ、それがあって、まあ、実はこの「ボーバルの再入り」ってこうこの箱入りのやつがですね、えー、と実はそういう企画になっていて、えー、まああの著者署名入り別荘限定版って500冊当時出てたみたいですね。 その分の一冊でもちろんこれは20年ぐらい前に僕は古本屋で買ったものですそれをもう本当二20年ぶりぐらいに久しぶりにこう引きずり出して読んでみたっていう感じの本だったんですねだから当然20年は僕40代でまあ40でねまだねだからまだ老いっていうことには程遠いものだなと思ったんですけども今もう還暦を過ぎてですねしかも去年脳梗塞で2度も入院してそういうことを考えたりしてみるとつらつら考えるとやっぱり自分の老いってものも え、いろいろ考えてみなきゃいけないなって年になったんでしょうね。え、そういうのもあって、まあボーヴォワール自身もやっぱり6十して、今の僕と同じ年の時にこの一点本を書いてますから。だから、その文脈で考えると、まあ、あの、かなりリアルな、ものとして、こういう本が選ばれたんじゃないのかなって。感じはするんですね。うん、そういうのはあります。で、やっぱり人文書にこれ、なんでこの、あの、ボーヴォワールの古い古い本が。また、復刊されて、新しい編集になったかというですね、実はその理由があって。 これはいつもこの講座で何度も紹介、講座じゃない、この,あのねトークで何度も紹介していると思うんですけど、NHK の講座の100分で名著シリーズのやつで、ちょうど今月じゃない、もう今日は8月でしたから、先月、先月の7月に4回にわたって、ボーヴォワールのおいが紹介されたんですよ、上野千鶴子によってね。まあ、上野千鶴子によって紹介されたってことは、そんなにエポックメイキングなことではないですね、むしろね。もちろん、最もボーヴォワールにふさわしい人でもないと思うんですね。ただ、彼女自身の言葉を使えば、彼女自身もやっぱ老いたと。 彼女は僕よりまあ一回り上,上なんでも70と半ばぐらいの年齢になってると思うので自分が置いているものを見るようになった時にやっぱこの本はあの読まざるを得なくなったってことで彼女は今あの専門にしているのは介護の問題とか老人福祉の問題とか意外と社会学の中でも社会的な実践の問題のところにえかなり入ってますよねだから今までの,あのギャルの研究とか初期のね <laughs> あるいはフェミニズムの研究とかそういうところからはちょっと身を引き剥がしてまあそれも実はボーヴォワールのおいと関係あるんですけども大体いい大学の研究者というものは56条過ぎたものは全部自分の仕事の反復に過ぎないっていう批判がボーヴォワールによってなされてるんですね、えー、だから論文を例えば書いたとしても10年前に書いたものと変わらなかったりまあこれ理科系は別ですよ理科系いろんな発見とかなんかありますから別だけど特に人文系の人の場合には何を書いても自分の今まで書いたものを繰り返し反復。 になっっってててしまうってここととが多いってことがあるのでおそそらく上,野上野さんはそれを悩んだんでしょうね。で、自分自身の方向性をガラッと変えて福あ多分ドイツに留学されてねそれで福祉のこととか、まあ、老齢老人の問題とかまあお一,人お一人様の暮らしですよね、えー、お一人様の生活なんて本を書いてベストセラーになりましたけどもまあそういう方向転換をすることで、まあ、自分の専門性をずっとこう息づかせようというねあるいは専門性にずっと彩りを与えようとしたってことがうかがわれると思うんですね。 でそういういことまあ僕もこの本をまあ珍しくこうやって赤い線を引いたりしてこう書き込みをしたりしながら読んでたんですけどまあなかなかこの本一冊としてもよくできてる本で公衆、まあの一冊でこれを取り上げて紹介してもいいのかもしれませんがやっぱり原点のねこちらのおいの方がいいんだろうということですね。これは実にですねこんな小さい文字で上下にいたんですね。 で全体上下2巻通して前後2段のやつで700ページぐらいの本なんで相当な体調と言えますよね。でまあ主に前半の部分っていうのはそのおいの実相というかおいっていうのはどういうものとしてあるんだってことがあってまあそれが紹介されている本ですね。で後半はまあそのなん,かなんていうかなあのどういうものを具体的においとしてあるかみたいなものをまあ人類学とか文学とか芸術学とかねあるいは社会学とか心理学とかあらゆる領域からこのおいというものを探求して。 でその老いっていうものがどういうものであるかってうこと最終的に決めようとしてるところですね、えー。この手の問題が難しいのはまず老いの研究が従来そんなになかったってことです。もちろん今はともかくですね1970年代に老いを研究した人ってのはあんまりいなかったわけですね。で理由は簡単でこれは上野さんも言ってることだけどみんな早く死んでたんですよね。 まあ70年代で言えばまあ多分平均年齢が多分60代だと思うんですけども、えー、戦後までは戦後になるまで日本は平均年齢50代でしたからねで今はもう89とか90を超えてる年代がまあ平均寿命になってると思うんですけども、えー、そういう年齢をはるかに下回ってたわけですだから老いるっていう経験とか老いるっていう体験をした人がこの世に存在するってことがあんまりなかったっていうことを言えるかもしれませんね。だかから老いそのもののもも研研究究例えば青春期の研究とかエリクソンなんて心理学者は えー、まあ人間の時期いくつかの時期に分けてますやっぱり青年期の研究っていうことで、まあ、青,の青少年心理学みたいなことを立ち上げてますよねだからいわゆる功労期老いに向かう時期である功労期の心理学なんていうのは全然考えてないわけですよでそれはエリクソのが生きてた時代には、えー、年寄りはいたけども、まあ、さっさと死んでたわけですよねだからそういう意味では人口的な比率としても少なかったし社会的に大きな影響もあるような存在はなかったってことでまあ低められていたわけですね、えー、だから大体1970年代だとですね まあ、多分65歳だと思うんですけど、65歳以上の高齢者っていうのは、フランスでは、えっ、ー、とまあ、フランスで15%ぐらいですかね。で、日本ではわずかまだ6%だったんですよ、70年はね。えー、ところが、今、2020年ると、実は1995年ぐらいにフランスと日本は逆転します。そまり日本の方が高齢者の比率が高くなるんですね。で、今、2020年、2021年、2021年とか2020年の段階では、 えー、日本はですパ、ね、ー30%トなってますね、フランスは20%ということで、まあ日本は言うまでもなくあの高齢者天国ではないですね、高齢者地国というかな、高齢者の国になっていて、まあ、3人一1人は65歳の高齢者ってうのがあるから、これ人口の比率で言うと、もう3分の1がそうだってことでね、あんまり問題視されないのかもしれません。例えば、ね、LGBT の人たちっていうのは10%と言われてますね。 だから10にいれば1人は LGBT で3人は65歳以上のお年寄りとなりますねつにいえば精神分裂病総合失調症の患者さんっていうのがやっぱり10%なんですよね。 だから100人に1人なんですねで100人人がいれば1人は統合失調症の人で10人は LGBT の人で33人は65歳以上のお年寄りという感情になるので、まあ、その統計的な数値が正しいかどうかは別として、まあ、そういうのを信じるかどうかということがあるし現実そういう場面があった時にどういうふうに捉えることができるかという問題はあると思うんですね。 で老いの問題の場合にやっぱり難しいのは今はそうやってねあのどんどん若いうちに若いうちっていうかその年取らずに死んでったっていうもんじゃなくて医療が進んできたおかげで高齢者っていうものが、まあ、あの非常に増えたわけですねでこれは増えだ単に数が増えたってわけでこれ生かす、まあ、いわゆる風向が「生、えー、の歴史」とかなんかでてたような「生政治」ですね生かすことによってまあ政治的な存在させるってことでしょう政治的な存在ってどういうことかというと要するに税金を払う人ですよね。 年っっててもまあ税金を持ってかれるわけですよねでそういう存在を増やすってことで性政治生かすための政治ですよね殺すための政治ではないっていうものを作ったってことが風ー,ーによって指摘されて、まあ、久しいわけですけどもボーくあーラクあのクはのこの「おい」という本の中ではやっぱりそういう問題はまあちょっと早かったのでどういうものが「追い」かってことをずっと言ってるんですけども要するに結論的にはですね「おい」っていうのはもう解決できないんですよね必ずやっていくんですよね。でそういういもものがあのがやっぱり否定的なととして出て出くるってこと自体は これは文化あるいは文明の問題あると言ってますね。文明のスキャンダルだとさえ断言してますね。お湯は文明のスキャンダルだってことを言ってますね。だから文明の中でこのお湯っていうものを取られるときにやっぱりその文化文明の問題として取り扱われることが必要だということで、まそのだから個人ではどうしようもできないわけですよね。うん、だからそれはあのやっぱ文化文明の問題だってことでそういうお湯っていうものを肯定的に取られるとか、ね、例えば沸かするとか今だと美魔女とかねありますよね。それはお湯を何とか否定するとかお湯を遠ざけようとするような行為に過ぎないわけだから。 基本的に美魔女が老いたところっていうのはなかなか特集したりしますねテレビとかなんかねでも絶対老いるわけでしょで老いるってことを否定的に捉えるからこそ人々は美魔女とかなんかに憧れるわけだし「えー、若,い若いですね」って言葉を年寄りによく使いますよねこれはだから決してあのいい言葉ではない褒め言葉ではなくて、まあ、あなたの年齢にしては若く見えますねってことでしかないので。 つまりこれは若いってことにある価値があるわけでしょ一定の価値があってその価値の中にその老人を入れてその老人は見た目よりは若いねとかね言い方するつまり自分たちの側に近いねってことを言ってるわけだから若さに価値を与えて老いというものは一切価値を与えないっていう立場ですね奪ば捨て山的な立場でねいらなくなったら捨てちゃえばいいっていうそういう立場ですよねだからあの若いのにって年寄りに言うこと自体は完全に年寄りを侮辱していることになるわけだし僕昔電子の中で見たことありますけどなんかなんかのことで女子高生がおばあちゃんと喧嘩してんですね で何か考えてこのババアとか,なんか女子高生が言行ったらおばあちゃんが「何言ってんだお前らも50年経ったらこうなるんだ」とかな「50年経ったらこうなるんだ」とかどなり違いしててえ結構周りの客が肩を揺らして笑ってたんですけどもこのおばあちゃんのことを笑ってただろうね多分ねその周りのサラリーマンは若かったからサラリーマンとか乗ってた人はねでもよく考えてみると確かにそうだね50年経ったら女子高生18歳の女子高生も68だよね。 これは明らかにババアですよね。だからババアって呼ばれた人はやがてババアって呼ばれる存在になるわけだから、これは例えば体の障害とかね、精神障害とは全く別の問題ですよね。身体障害、精神障害っていうのはある時突然まあなるってことで、まあ、老いの気づきと同じのところである日突然ってことあるかもしれないけども、これはそうならない人もいるわけですよね。もちろん、生涯において精神障害、身体障害と無縁で人生を終える人の方がまあ多いわけですよね。ところが、老人、老いっていうのは絶対来るわけですよ、これ。 で確実に絶対やってくる未来っていうのはなかなかそれ未来と言いにくいところがあるけどもまあ確実にやってくるわけでそういう応用をじゃどう捉えたらいいかってことの捉え方をボーヴォワールはこの「置い」ている本の中でまあ散々に論じてるわけですね。論じてるわけで,すでまあボーヴォワール自身は例えば最初著作としては「この招かれた女」って最初に書いてますし「えー、第二のせい」これはあまりにも有名な本ですね「人は女になるんじゃなくて女として生まれるんじゃなくて女になるのである」っていう有名な 言葉があってこのの第二となってこれは40代の時にボーヴァールが書いた本ですけどまあそれによってボーヴァールの一躍有名になってえまあなんていうかなあのやっぱりこの女性という存在をどういう存在として選ぶのか考えるのかってことをまあ主体的に考えた本ですね41歳の時に書かれたのがこのボーヴァール「第二の性」ですね。それから「人は全て死ぬ」と意外とあのボーヴァールは死というテーマに直接的に扱ってないけどやがては死んでいくんだって人間のある終末的なものをね これは僕が初めてあの読んだボーヴァールです。中学校の時に身長文庫で買って読んだ人間についてってボーヴァールの。まあ、これはボーヴァールのいわゆる、ね、相手だったサルトルのね、あのパートナーだったサルトルとの実存主義の問題をわかりやすく書いた本なんで、まあ、僕にとって実存主義の入門書でもあったわけですけども、それからあとボー、あのボーヴァールがですね、実は50代になってから書いたのは自分のことを振り返った娘時代という本ですね。これは確か僕は高校だったかな、大学だったかちょっと覚えてないですけども、課題図書だったんですね。おそらく大学だったかもしれません。 で課題図書一冊で選ばれた本で、まあその本を読んで。もちろん当時はフランス語の文章をまだ読めなかったから、原点ではなかったと、まあ現象はあの見栄張って買ったんですけど。 あの原点でなくてこの日本語の翻訳でね、えー、まあ、佐吹富子さんってあの、フランスワーズ・サーガーを訳した有名な方ですよね。で、この方のお兄さんが佐吹ん吉っていう人で、このボーバルの老いを訳した人ですね、お兄さんですけどねい。いうことがあるので、まあ、彼女のやつを読んだりして、まあ、この本の中で僕は一番衝撃的だったのは、えっ、ー、と、まあ、娘であるボーバルが、まあ、がでお母さん亡くなるんですけど、ガンであるお母さんの下の世話をするんだよね。下の世話をするために、お母さんの下腹部をまあ見ざるを得ませんよね。 でお母さんの家、まあ、はっっきり言って女性気です。女性記を見た瞬間にボーヴォワールはねあの「ここから私が生まれてきたんだ」って言葉を書くんだよね。でここから私が生まれてきて生まれたところ私はなき綺麗にしなきゃいけないんだみたいなことが書いてあって淡々と書いたんですね。でこれは僕にとってかなり衝撃でしたね。うん、多分僕もまあその次まだ、ね、大学生ぐらいだったと思う10代の後半だったと思うんだけども、えー、自分の母親の下の世話をしなきゃいけなくなる時はもしかしたらやってきますよね。 そういういこ,こんなとこからあの僕のね母親が出てきたのかなとかそういうことを考えるかどうかっていうのはちょっとわからないけどもえまあでもその文章というのは非常に衝撃的だったことをよく覚えてます。それからえと50歳になってから彼女は女盛りというまあその娘じゃ続編みたいなね自伝的な本を書きますね。 いそういういことになりますで、まあ、あるいはサルトルと一緒に、まあ、革命期の中国にあたって中国の発見なんていうのを感ますね。でまあだから日本には66年1966年のちょうど、えーまあ、ベトナム戦争が始まった頃ですねで文革が始まるのは68年以降、まあ、68年に5月革命があって、えー、その後にまに文革が起こりますから文化大革命がねだからそのちょうどハザ会期の時ですねハザ会期の66年にサルトルと2人で、まあ、日本に来日しますね。 それであの、まあ、1か月ぐらい滞在して日本のあちこちを回ります。でこの時あちこち回った時のものとかあるいはボーヴォワールそのものの講演ですねそういうものは、まあ、あのやっぱり一緒の翻訳者で、まあ、同行してた浅吹冨子さんによって「サルトル・ボーヴォワール二28日間」というタイトルの本で、まあ、本が出ています。その本の写真はありませんけどねあるいはボーヴォワールその時にした講演というのは「女性と知的想像」というタイトルでやっぱり事務所にこの応用を出している出版社と同じですけどそういうところから出てあいますね。でさらに えー、ボーヴォワール、この危機の女を描いたり、えーこの、これは一番古いバージョンの表紙ですけどね、僕はもっと古いバージョンですこれね、なりますが、70年出てますね。で、まあ、75年ぐらいになると、えー、まあ、少し日本がね、世界的に、世界、日本という世界的に落ち着くようになると、えー、ボーヴォワール、生徒階級闘争なんて本がこう、現代思想の別冊でね、別冊じゃ現代思想の特集として、 組ままれるようになります。まあ、これはあの実に対談が中村裕次郎と唐谷公人とかねあるいは対話として原公二と村上雄一郎とかそうそうたるメンバーが出てきていますね。それでまあボーボォワールならびにサルトルといった実の主義者がどのように性の問題とか階級闘争の問題にアプローチしてきたかってことについてまあ書いてるんですねで。1980年にはパートナーであったサルトルが亡くなります。亡くなった後に書いた本がこの「別れの儀式」って本でこれはまことによくできた 本ですねまあ死ぬまでサルトラはパートナーだったってことをやっぱりはっきり明言した本になってますねあるいはこうやってボーヴァール語るみたいにまあこれは第二の線書かれた頃のボーヴァールにインタビューしたものですけどじゃ平凡者の文庫の中で語られてるしこれも最近で訳本が出てないんですけど穏やかなしですねこういうものも書かれして,てますねこれこれあの日本に行った時のサルトラ・ボーヴァール28時間っていうのがありますね前週ってのは、まあ、ボーヴァール著作集ってのは人務書院から全9巻で出てますけども これはは事前的な小説はレ・レ・ママンンンンダダララ本本るんんででですすけど、ま出てね。だからこの後に出たあの、まあ、例えばねあの老いの本とかっていうのはこの中には収められてないのでまあ今そんなに高くないですよ。まあ、1万円か2万円ぐらいで全集、えー、は書くことができます。ってことはそんなにまあ僕は今読まれてる時代じゃないんだなってことが言えるんじゃないかなってことは言えると思いますね逆にね。 えそれでまあやっぱりこの本で大事なことは老いってどういうふうに捉えるかってことなんだけどやっぱり老いはかなり否定的に捉えられてるのでだから肯定的にしようとかねあるいはあのなんか年を取っても元気でいましょうとかそういうことは絶対ボーボォワールは言わないわけねまあとにかくその老いってものを認めようと認めるのは必要なんだけど老いが衰弱であることは当たり前なんだこれは生理的には当たり前なことなんだけど心理的な問題ですね。自分だけいいいいててないと思っているうそうっそ錯覚 そのことは避けけななきゃいけない。つまり心理的にもちゃんと自分が老いっていうのを認めなきゃいけないってことですね。そのことが必要だってこと生理的な老いと心理的な老いっていうのをまあちゃんと等しく重ねることっていうのが人間にとって必要なことじゃないかとまあ多分彼女は実存主義者で自由を最終的に捉えるってことを考えてたから自由に自分の老いってものを獲得だよね言ってもらうのはね。 心理的に自分は若いんだとかね年寄りみたいな年寄りだなとか同窓会に行くとなんかじじいばばばっかりだなと思うような自分の感覚みたいのは正せってことですねだから正しく自分のおいを受容しなさいってことなんでこれはかなり厳しい方なんですねだからこの本を読んで元気になったとかやっぱりあの、ね、あの若くな見やられる方がいいんだとかいうふうに考えることはできないわけですねかなりそういう意味では否定的に、まあ、否定的というか、ね、そういう意味で、まああの言ってものを捉えようとしてるってことがあるんじゃないかなって気がしますね。 だからでもそのお湯をうまく捉えることができた事例として例えば日本ではですねあの、まあ、認知症の専門医だった農芸家の長谷川和夫先生ですねあまあご自身が認知症になられたんですねだからあの僕はやっと認知症のことは分かった自分が認知症になったの初めて認知症ってどういうものか分かったなんてすごい本があってこれは結構衝撃の本なんですけどまだ初期の認知症だったんですね長谷川先生ねその時に書かれた本なんですねもう今だいぶ認知症が進んでしまったようですけれどもこういう本を書いてまあ自己 解明というかね自分自身が例えば年取ったからって言って、まあ、普通日本だと社会的に家族の中に埋没させちゃいますよね外に出さないとかあんまり公にしないということがあるんだけども年を取ってもなおこの存在感を明らかにしていたってことは非常に勇気ある行動ですね。ここれねあるるいいは上野さんんがのの本の中で書いてるんで書てすけども えーこ,のね、この本の中で書いてるんですけどもタラトミオさんという免疫学者がいますタダトミオさんという免疫学者は67歳の時に脳内出血で、まあ、ほとんど全身不随になってしゃべることもできなくなったけどもあのその障害者の年金の問題とか差別の問題に対して署名運動をするとかね国会にまで訴えに行くとかいうすごい積極的な活動を亡くなるまでやってた方でしたね、まあ、僕らにしても亡くなるまで脳の作品を作ってた方なんですね。 で能の公演とか僕もあの僕が当時所属していた京都芸術大学の春秋座って劇場に舞台に見,見に来られるのも何度も目撃しましたしまあお話したってい言い方おかしいけどもあでも倒れる前にお話したことは何度もありますけどねでもちろん車椅子になってからもあのお会いしたことはありますまあ亡くなるぎりぎり前も胃ろうですね,胃,ですね胃に直接ウイスキーを流し込んでましたねっていう、まあ、すごい人結構酔っ払ってました酔っ払わ当たり前です胃に直接お酒入れるからね。 あるいは最近出たのでこれは結構ベストセラーになって森村誠一が書いた「お湯みたいる意味」って考えて森村さん自身は老いとかうつ病とか結構大変だったみたいですね老人性うつ病になったみたいそれを克服した時の記録なんでなんこれはどっちかというと「老いを若く考えよう」っていう,う話ですよね。であるいはあの、まあ、ついに80歳迎えられた山森哲夫先生が書いた「小老病してこれは新聞で連載化したものですけども、まあ、自分がね病院したとしてあるいはかいコロナになったとしてもですね 仮に回復したとしても回復した後の自分の人生はそんな長くないだろうっていうそういう立場で書かれた本なんでまあ言ってみれば山折哲夫の衣装と言ってもいい本かもしれませんもちろん山折先生はもうちょっと長生きされるでしょうからもっとたくさん何冊も衣装を書いていただき,いた,だきたいなと僕は思ってるんですけどそういうことってあるかもしれませんねあるいはまあ僕は個人的にこの藤田静蔵って人があの面白い人でしたねこの人最後は浜松の老人ホームで亡くなるんですけども亡くなるギリギリまでこういうゴング中堂って本とかね えー、こういうい本本とかあるいは空気頭って、まあ、奇想天外な本ですよ藤枝雄三全集については随分前の今週の一冊で紹介してますけども、まあ、そういう人もいるわけですね。えー、ということがあります。であるいは小説の世界ではあのこれは上野さんも書いてます谷崎さんの「鍵」とか「風天老人人記とかね。まあ、これ老人といっても鍵に出てくる主人公は55歳の大学教授なんで。 まあ今の僕よりも全然若い人ですねでもまあ覗かれないと性的快楽や得られないってところでこれ映画化もされてますよねあれは風天老人日記これは78歳ぐらいの老人だけども、まあ、自分の嫁に対してまあちょっかい出すみたいなねまあ結局それは全部失敗に終わるんだけどもまあそういう話がありますよねで僕に言わせて例えば三島行きの,この天神五水って北条の嫁第4巻だけど これはあの、ね、主人公の松貝清明の同級生だった本田って男が、まあね、主人公が3回輪廻転生するから20年ごとに変わるので、まあ、30年経ってもあ60年経ってるわけねだから主人公80歳になってるわけですよね二十歳でまあ輪廻転生してるからねでその80になっての話なんで、まあ、彼は覗きの趣味があるんですよ でえっと、検事が何か裁判所の検事さんかなん,かなんだけどそののきの趣味で仕事をね追われてしまうと社会的に抹殺されちゃうんだけどもそういう老いの問題っていうの実はこれ面白いよね三島はその年を知らないわけでしょ三島紀は自身はまさにこの,あのボーヴォワールの老いが書かれた1970年に45歳で亡くなってるわけですから三島自身は80歳の男性を知らないわけですね。 だから80歳ののの男性になったつももりでで自分いいてを描わけですだから例えばこの中で今覚えてるのは本田さんって人が、ね、主人公がシャワーを浴びるシーンがあって自分の干からびた体が鏡に映るのは嫌だみたいなとこ書いてあるねこれは三島自身の追体験というか未来の体を自分に自分の体を未来の方にこう外装するっていうかね未来の方に当てはめてでそれを描いてるんじゃないかってことでつまり80歳った三島由紀夫自身が天神五寸の中で出てきてるそういうような小説じゃないかって僕は読んだんですね。 あるいは女性では例えばあの,あのあれですよね「えー、眠れる美女」っていうのを書いた、えー、あの川端康成に,に対して「眠れる美男」なんてこ台湾で書かれてる小説ですけどもこれもやっぱり今度は老人の女性です老いた女性の方が性的な問題で若い人に、まあ、直感出すって話ですね。これは映画で吹雪キがやったやつで僕はこれすごい好きな映画なんですけども吹雪キが自分の老年ってことじゃないんだけどまあ壮年かな。 でも60代って設定だからね、まあ、それをどうやって生きていくかって話があって、っ三田良子、ね、旦那さんの元愛人だったのかな、と対決するってすごい場面があるんだけど、まあ、あの全然若い人と変わらないわけですね、これね。それからあと、まあ、あの女優の騎士傾の書い終わりなき声、これもまあ、おいらくの声ですね。おいらくの声って言葉の言い方自体がおかしいのかな。 で松下子のうずく人とかこれなんかもやっぱ若い男性との,あの、まあ、恋愛も描いたものことになりますねでついこの前かなもう昨日だか一昨日なんだけど75歳の男性が若い男性をトイレに連れ込んで、まあ、性的ないたざらをしたってことがまあ報道されましたニュースでね、えー、ヤフーニュースででその時のコメントとかなんか気持ち悪いとかねの頭の中では信じられませんとかありえませんとかいうのが多かったんですね。 でそのコメントはどういういことかというと要するに75歳の老人がそういう性的な思考を持つことが、まあ、75歳の老人が男の子にちょっかい出すっていうこと自体もうそれを気持ち悪いと思うのではないんですねむしろ75歳の老人が性というものを持ってるね性衝動とか性欲を持ってるってことが気持ち悪いっていう書くんですねだから日本はいまあ未だにそうなんですね多様性の問題とか LGBT の問題とかっていうことがあのど,んど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 ん言われてるんだけども老人の問題はほとんどないがしろされてるんですね。 まあ要するに早くコロナのワクチン打てっていうそういう塊でしかないわけでしょそれでずっとまあやってるわけなんでだからまあその七7さんの老人がねあの気持ち悪いって言われるのはやっぱり七7さんの老人がそういう性的な興味とかなんかを持つのはもちろん彼がやったことは犯罪だから罰せられて叱るべきだと僕は思うけどもそれに対するコメントがやっぱりどうもけしからんねこれね自分たちもどうせそうなるんだから自分たちがそうなった時性的な衝動がないとは言い切れないわけでしょこれね。 え僕が医学部にいた時に、まあ、臨床実習っていうのがあって老人病棟に行ったんですよでそこではねかつてすごい事件があったんですねこれね90歳のいいですか九十歳寝たきり老人ですよのおじいちゃん寝たきり老人では何もできないんですよめ巡ってですね70代のおばあちゃんと80代のおばあちゃんが果物ナイフで差し合いをしたってすごい事件があったんですね病院側は実はもうこれ今公にしちゃってもいいのかもしれませんけど病院側はいつもしょっちゅうあることなんで別に事件として警察に行ったり訴えたりなんかしなかったみたいですよ だからまあ果物ナイフってところは結構リアルですね入院してる人が持ってる刃物っていうのは出刃包丁はいや柳刃包丁はないですよね大体いい果物ナイフしかないのでその果物ナイフ差し合いをしたっていうのがあってつまりどういうことかというと80になろうが70になろうが老女にもあるいは老人の男性を寝たきりだからってその人意識どんだけ意識があったか分からなかったけどもそういうことは起こり得るわけですねだからそれを例えば気持ち悪いと見てしまったりなんか不快感を持ったりとかっていうのは、えー、やがてやっていく自分の人生に対して不快感を持つのと同じことですよね。 老人になるってことはだから自分が若いと思ってるのにまあ鏡を映った自分の姿を見るとか生理的な機能が衰えてることに気づくとかいうことをおう知るんですよね。だから老人はあのなんか若い人を鏡だと思って見ててまあ、そこで勘違いしてしまうんだけど若い人は今度自分の鏡に老人が映ってるということを分かってないんですね。自分の未来に確実にやってくる歩み歩歩み,歩みで近づいてくる老いていくものを全く気づかないふりをしているわけですねこれね。だから永遠に若いと思ってるわけでしょ まあ大学生ってのは永遠に大学生だと思ってる人ってのは結構多いわけだけどもで実はそうではないってことですねだからもうちょっと老いっていうものをまともに考えなきゃいけないなってことなんですね。だからやっぱり僕がこの,あのボーバルの老いを見て読んで、まあ、結構今回もちゃんと読んで一生懸命読んだんですけどもあのやっぱりその老いっていう問題を取られてどうしても小老病死だから。 老のあとに死ってい必ずやってるから死の問題って必ずありますよね老いてのは死に近い若い人に比べれば死に近い、まあ、死に科学に片足を突っ込んでるような年齢だっていうことは言えると思うんですけどもでもあの上野の千鶴子なんかもそうだし、えー、ボーヴァールもそうだけど死の問題はほとんど言ってない例えば安楽死の問題であるとかね心中の問題であるとか自殺の問題であるとかそういうことは全然論じてないんですねだから死とは全く切り離して老いたことを考えてるわけですね。 だからこれは僕は半分はいいのかもしれないけども半分はちょっと疑問に思いますね。やっぱ置いたら、ね、今申し上げたら死に近いってことは言うまでもないことですよ誰よりもね若い人に比べればねだから死を意識して生きるようになるわけですよ。僕自身もやっぱそうですね去年脳梗塞で自分の、まあ、死っていうのは多少は意識しましたよ喋れなくなったし動けなくなったからねそういうことはあったけど、まあ、で幸いこうやってよみがえったわけだけどもよみがえったとてですよ ねえ2年以内に脳梗塞が再発症する率は30%ぐらいだから3人に1人はまた脳梗塞になるわけで僕はあと1年ちょっと残ってるんでねもう1年以内になる確率は高いわけですよまだねだからそうなったらもう今度は本当に危ないかもしれないそういうことをやっぱり意,意識して生きるようになるわけですね、まあ、意識していい加減に生きるというか、まあ、意識してまあちゃんと生きようかなと思うようになって、まあ、ちゃんと猫と幸せに暮らそうというそういうまあ非常に穏やかな人生を僕は選びつつあります仕事も減らしてね っていうこともあるんだけどこうやって自由に配信させてもらってねっていうことがあるんだけど、えー、やっぱりそういう死を意識するってことを問だからそれは安楽死の問題がいいとか悪いとかってまあ井上の千鶴子は絶対反対なんです安楽死っていうのはねだから彼女にとっては安楽死って多分敗北だと思ってるんでしょうね人間のあるいは人生のねで自分は敗北者ではないからおそらくそういうことは選ばないだろうって言ってますけど上野さんだった、まあ例えば 豪病ににににさされれ、ね、れたたたりりねね障害こあるいいいはは不ななな体になった時にはそういうことを考えないかもしれません、ね、強く生きるんだと思うかどうかは何とも言えないねこれはね。というのははっきり言えると思うんですよ。だからまあそういう意味で死と老いの問題っていうものを直結させないってことも問題半分は問題半分はそれはちゃんと切り離して考えるということは老いの問題についてちゃんと特権的にね。 注視する必要性は出てきてるってことは大事だと思うけども、残りの半分はやっぱりそのつづ。連続した問題として、時間的にはねえー、ま、近似の問題、近い問題として捉えることが必要だなと思いました。だから、このおいて本は、まあ、大変優れた本ではあるんですけど、やっぱその問題について。 ままあしししてててななないいっっとところはちょっといやいや残念だなって気がします。それからもう一点は人類学の、ね、例えばいろんな地域の密会の地域であるとかなんかそういうところではむしろおおあの年取った女の人っていうのは日本あの日本じゃない,いや普通は、ね、性的に劣れるってことはなんか女じゃないみたいな言い方を男にされるでしょえだからなんかもうダメになっちゃうみたいな感じなんだけど平型とともに女ったら女じゃなくなるみたいなとかあるんだけどもまあ民族によってはそれによってまあ疑似的な名誉男性みたいなね 酒も飲めるしタバコも吸えるし好きなことができるとだって自分はもう女じゃないんだもんねまあ男でもないけどねだからそういう名誉男性見たらもうなれるみたいな事例が挙げてはあるんですけども、えー、あるいはあれですよ日本では深沢七郎のですね奈良屋武子習良子なんかも引用されてて、まあ、などんだけ本読んでんだって感じがするけども奈良屋堀子も実際ねあれ老人の,あの、まあ、老人喜碑門ですよねお年寄りがある年齢に足したら山に捨てに行くって話だけども。 えー、あれもちょっと分かんないです、ね、柳家邦の本なんか読むとそういう伝説もあったっていうかそれを一つの,、えー、なんかあの脅しにしてね脅しにして逆にだから年寄りを大切にしようって考えたもあるしだから年寄りは早く死ねてよね、まあ、早いうちに家族に迷惑をかける前に、まあ、亡くなってくださいよっていう、まあ、簡単にぽっくり死んでもらうような脅しとしてああいう習れまぶしこって投げられてるとも言えますよね。 だから実際にそういうことが本当に行われていたか映画のような世界が本当にあったかどうかっていうのはこれは全然実証されてないんでわからないですねまあでもボーボーワールはそれを本当にあったこととして考えられていてまあ多分ね老人の忌避の列まで老人はもう捨てられるべき存在だっていうことの悪い例として習い節句を掲げられてるわけですけども。 まあ人理学や民族学の専門家ではないかそういう問題点というのをどう捉えるかということはこれはちょっと違うかもしれないけどもね、まあ、そういうところもまあ多少はありますだから全部が全部正しいもんじゃないけど、まあ、この1970年代のギリギリの時までですね医学から生物学も含めて哲学文学ね芸術歴史社会学あらゆる領域に及んでる世この老いのことを研究したということは優れた本だと思いますね。 で今、ジェロントロジー、老年学といって医学部でもそういう講義がなされてはいるわけですけども、実際のところ、私の父が亡くなった時の話も前にしてましたね、94年で亡くなったけども、90代の老人医学って存在しないんですよ、それは60代、70代の老人医学を延長するだけですよ、20年ほどね。だから、技術的に何にも同じことをするわけで、90代だからやめよう、まあ、もちろん、うちの親父は最終的に肺がんだったんで、手術はする必要もないわけですね、90代で、手術した方が危ないわけですからね。 だそういうい例えば90代の人の老人はどのような肺であってどのようながんができるかとかあるいはそういう場合にどのような治療の仕方が適切かとかどういう呼吸器を使った方がいいとか例えば気管切開するかしないかとかもちろんジョージは全部の治療を断ってましたからあのマイルドの治療だけを要求してたんで、えー、彼の意思通りに僕は実行しさせましたけどね、えー、そういうこともあった病院側もそれはほっとしてやってましたねあのど,んど,んどんどんどん延命させて医療を続けさせてくれって言った方が病院側困ったと思うんですね。 だからうち父は、まあ、ある意味老人らしく年寄りらしく男らしくあ延命治療は断って亡くなっていきましたけどもでもその期間ずっと僕はそれを見てて、まあ、僕は自分が医学部出身ってこと言わずに善良な、えー、一人の息子として演じきってましたからね病院ではねでずっと見てたんだけどもやっぱりどう,どうもね実際、まあ、ホスピスの病棟に行く予定だったら、まあ、結局行かず亡くなったけどもホスピスの先生にいた時はっきり聞いてみたんですけど90歳の老人の医学って存在するんですかっ,て言ったら 少しし考えてて、ね、てありまませんねって言ってましたねっっ言ただからあの老年医学とかジェロン当時老人医学といってもですねそれは単なるまあ分類上の問題であってですね個別の老人をどう扱うかってことないんですねだからこの本のボバヴイルの方が難しいのは老人を個別の老人として扱う場合と老人を一般化して置いているテーマで扱う場合とやっぱり大きな開きがあるということでそのことの自覚的であるかどうかってことが非常に重要な問題ですね。 でこれはこれから、まあ、僕自身もそうだけど老いの問題を考えていくときにそこが最も重要なポイントとなるんじゃないかなって気がしました。えー、ということでちょっとだいぶ時間が長くなりましたけど今日の、えー、今日の一冊今週の一冊第315冊目はボーヴォワール指紋のとボーヴォワールの老いですね1970年出版ですの、えー、ことを紹介させていただきました。はいということでどうもありがとうございました今日は一応猫の T シャツ着きますかね。はいどうもありがとうございましたじゃあまた来週。